ご機嫌いかがでしょうか。澤田千佳子です。先日10月25日に埼玉会館で行われました澤田千佳子歌セラピースペシャルのライブの中から、今日はデイバイデイをご紹介したいと思います。日々日ごとに夫婦になっていこうというこの歌が、当時あの火曜サスペンス劇場のエンディングテーマにもなりました。夫婦の人生がサスペンスになってはいけないという教訓の歌にもなっております。ぜひご覧ください。どうぞ。どうぞよろしくお願いいたします。歩き疲れたね、ここで一休みしよう。後ろ振り返れば長い道ができて、
そんなことが嬉しいのよ、いつまでも。いつまでも。